この蓮舫です。これだけの人が会いに来てくれる、こんなに恵まれたことはないと、本気で本気で都知事を目指していきたいと改めて今心に誓っております。ありがとうございます。もうね、連日私を応援してくれる仲間の議員、あまりにもみんなが同じことを言うからもう認めよう、私は怖いんです、もういいんです、優しいとか言わないでって思ってしまうほど。でもね、みんな、裏金議員を出した自民党、裏金議員500万円以下は処分しない自民党総裁、その総理にしょうがないよね、今度は頑張ってね、気をつけてね、言えるわけないじゃないですか。おかしいことはおかしいっていうのが当たり前の政治じゃないでしょうか。この姿勢は私は変わらず引き継いでいきたいと思います。ただ今回思った、やっぱりこの国はまだまだジェンダーというバイアスがかかってる。5月27日東京都知事候補に挑戦するチャレンジャーだ、会見を行った。そうするとメディアはどうやって報じたか、小池さんと蓮舫除血の争い。何ですか今の時代除血って。小池さんにはしたたかな女という肩書き、蓮舫にはきつい女という肩書き、ちょっとみんな考えてください。男性同士の戦い、したたかな男ときつい男の戦いなんてメディアタイトルにしますか。私はこういうところともまだまだ戦っていかなくてはいけないと思っています。男でも女でも、どんな立場でも、どんな年齢でも、みんなを平等に扱う、包み込むような、そういう東京都を私は築いていきたいと考えています。今回はチャレンジャーです。現職8年の実績、そのバックには都庁という巨大なブレーンがいる。小池都知事との戦いです。この8年間をぜひ問わせてください。この8年間を皆様方と一緒に通っていきたいと考えています。何が変わったか、さっき塩村さんが言いました、8年前の平均的な東京都のマンション販売価格は6000万円だった。それが今1億円を超えている。何が原因か、物価高もあるでしょう、資材建材の値上がりもあるでしょう、でも大きいのはバブルのようなマネーゲームと投機が繰り返されているからじゃないでしょうか。そしてその一端に手を貸したのが私は小池さんだと思ってる。ハルミフラッグどうですか、あれ皆さんの財産なんじゃないですか。都の公有地をオリンピックの選手村として活用した後に安く業者に売って、業者が1万人の規模の町を開発して、都民が手を挙げても買えなくなった、いわんや法人が買って転売をして賃貸をして投機や儲けの対象としている。私は都の皆さんの財産をこんな使い方ではなく皆さんのために使っていきたいと考えています。都民あっての東京都ですよ。当たり前のことをやりましょう。この8年間大きく変わったもの、杉尾さんも言いました、 0.99 ショック。このまま流入人口がなければ東京の人口は半分になります。消費者が減ります、労働者が減ります、経済成長しない、そんな未来予想図を変えなくてはいけない。でも気をつけたいのは、結婚したい人はすればいい、一人という人生を選びたい人は選べばいい、子供を持たないという選択、子供を産むという選択、いろんな生き方があっていいから、その全ての生き方を私はまず応援するということをお伝えをしておかないと誤解をされる。小池さん、いろんなことやってるんですよ。
保育園第二志向タダ、選挙のある今年になったら今度は第一のタダだ。0歳から18歳の子ども1人に5000円、選挙の年にいきなり始めた政策です。高校教育無償化でも、どれのメニューをとっても育児をしている人にはありがたいことです。それは認めたい。でもどうしてこんなにメニューがあるのに子供が生まれなくなったのか。私は結婚できない環境に置かれている、経済的理由で踏み出すことができない、そんな若者がいる。そこにアプローチを変えるべきだと思っています。国もね、小池さんもね、多分自民党の発想なんですが、少子化が進むと結婚させる政策を取るんですよ。国は地方創生という名前で、皆さんの税金で地方が婚活パーティー、合コンイベントをやったら補助金を渡すんです。小池都知事は何をやったか、婚活アプリですよ。もう民間にあるんじゃないですか。人形圧迫じゃないですか。そして婚活イベントをやって、しまいにはあなたの結婚の思い出の曲を広く募って漫画で紹介すると言い出してる。こっちの政策の方が漫画じゃないですか。私は結婚したいけどできない、そんな環境にいる若い人たちを徹底的に支援する組成を作りたいと思っています。小泉構造内閣から20年が経ちました。いろんな仕事を自由に動きたい、その選択肢があってもいいでしょう。でもこの間、非正規雇用の人は60万人増えました。この60万人のうちの若者が高校を出て、大学を出て、地方からやってきて、安定雇用がない、その時に何がきついか。東京はただでさえ物価が高い、光熱水費、家賃、食料費、交通移動費、手取りが少ないんですよ。その手取りを少なくしている負担がもう一つあるのは何か、奨学金じゃないですか。2人に1人が奨学金という借金を抱えて社会に出る。その平均額が310万円、有利子だったらこの負担はもっと重くなる。どうして長いこと小池さんは8年もあったのにここに着眼してくれなかったのか。どうしてここにアプローチをしてくれなかったのか。時間がもったいないと私は思っています。だから蓮舫にやらせてください。子どもが育つ保育の現場で、子どもが学ぶ教育の現場で、皆さんの命を守っている医療の現場で、シニアの皆さんの安心を仕事にしている介護の現場で、働いている若い人、これから働こうという若い人、その子たちの奨学金返済を東京都が支援をするのはどうでしょうか。そこに皆さんの税金使わせてもらえますか。若い人が元気になれば、それはその子たちは自分の人生で諦めない何かを、結婚したい、子供を持ちたい、そんな選択肢を持つことができるんじゃないでしょうか。そしてそれは新しい納税者を増やすことであり、新しい社会保険料の担い手を増やすことです。ひいてはそれが皆さんのシニアの年金や介護や医療に豊かな財政となって循環するんじゃないでしょうか。生きた税金の使い方をしましょうよ。プロジェクションマッピング、2年間で48億円関連事業も入れて、でも私が荒い試算をしたら、例えば子ども3人以上いる東京都の家庭、住民税非課税世帯、1月に2万円の家賃補助をしたら、年間でいるお金は
同じ48億円です。どっちに使いますか。私は家賃補助に使うのが皆さんの都税の生きた使い方だという判断をする知事になりたい。この8年間小池さんはペット殺処分ゼロと言いました。塩村さんが専門家だ。でも東京都だけなんです。例えば自分が育っていた環境で人を愛することができない、人に噛みついてしまう、病気を持っている、そういう人に慣れていない子たちは殺処分をされてもカウントされない。東京には推定160万頭の犬と猫がいると言われている。もはや家族。私も保護犬のウルル君を飼ってます。杉尾さんも保護犬のワンコを飼ってる。塩村さんは2匹のニャンコと暮らしてる。3匹だ、増えたね。支え合いましょうよ、新しい家族。そこにダブルスタンダードなんて作らない。頑張ってる NPO 法人支えましょうよ。うまく発展できるように金を使っていく、これが生きた優しい東京だと私は思っています。どうだ。もう一つのダブルスタンダード、待機児童ゼロ。確かに激減しました。この8年、小池都知事も頑張ったでしょう。これは評価をする。でもね、認可保育園に入りたいのに、ここが定員がいっぱいで、それ以外の無認可に入った子供は待機ゼロにカウントされません。兄弟を同じ保育所に入れたい、当たり前じゃないですか。朝の忙しい時間帯、2箇所3箇所を回る、この負担は大きい。でも入れなかった場合、他の保育所に入る、望んでない保育所だけれどもそこに預けたら待機児童にカウントされません。こんなダブルスタンダードでは本当の意味での次に産みたいという思いにつながらないから、ぜひこの基準は一つにして課題に丁寧に徹底的に向き合うことこそが、私は本当の意味での少子化対策だと思っています。ありがとうございます。ぜひ私にやらせてください。皆さんが暮らす、子どもたちが育つ、皆さんがこれからも選んでいただきたいと思える東京都のために、私は十分にやれる自信があります。今度は眉間にシワを入れないで、笑顔で皆さんを包み込むような、そんなトップになりたいと思っています。いいよ。小池さんに言いたい、8年間お疲れ様でした。これからは蓮舫がやらせていただきます。そのためにも皆さん力を貸してくれませんか、果たしてくれませんか。ぜひ蓮舫の挑戦、皆さんに果たしていただきたい。心からお願いを申し上げ、私からの雨の中で聞いてくれた皆さんへのお礼と訴えに返させていただきます。ありがとうございました。